どうもー、小池でーす。はい、今日はね、はい、まだレビュー、レビュー、製品レビューやねんけども、はい、キンボファイさんから、はい、提供で、よっよっとうとう、何それ、それ何なん提供で、提供を受けたと。そう、で、はい、イヤホンの提供やねんけど、イヤホン、はい、トゥルーワイヤレスシステム、ワイヤレスイヤホン、うん、で、うん、こちら、970、これ売ってるのかな、はい、970っていう、キンボファイさんから970っていうタイプのワイヤレスイヤホンを、はい、提供していただいたので、こちらを。ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。そうね。ありがとうございます。こちらをレビューしていこうと思うので、はい、まあここでね、ぐだぐだ言っても、はい、あれなんで、早速、手元動画に、映り目。提供があってもそれはそうだよね。すすじゃないわ。はい、はい、ということで、キモハイさん提供の、970、はい、開けていきたいと思います。はい、でもビニールついとったけど。まあビニールはめくりました。はい、トゥルーワイヤレス、うん。まあ箱はこんな感じ。で気になるのがこの裏なんですけど、なんかね文字化け。英語と文字化け、うん、文字化けな、うん、なかなかないでこれ、うん、英語と文字化けっていうパッケージです、うん、製品が文字化けなかなかないそう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 、なんか誰がそのパソコンから携帯にメール送ったみたいな、そんな感じになってますけども、うん、はい、新しいよな、うんうん、まあまあまあこの辺は気になるかなと、うん、まあ一応中華品なんで ねまあこんな感じになってます、うん、すとすと、はい、じゃあ開けていきます、うん、でね、これね、まあ、ちょっと開けてる間にちょっと軽い説明を、はーい、あお、なに、いや開いたかな、黒じゃなかったね、いや俺白買って、あそうなの、白なんや、白、はい、うん、説明していく、でこの970っていうシリーズ、うん、970は、はい、Bluetooth の 5.0 に対応してます、はい、白というのが銀色っぽいね、銀色っぽいパールっぽい感じ、パールっぽい感じやね、なんかこのだいたい1回の充電、まあ今のがケースやけど、うん、でケースで1回まあイヤホン充電すると、うん、7から8時間、はい、再生可能、はい、ですと、で、はい、ケースの充電と合わせたらだいたい24時間使えますという形ですね。でこれが USB Type C で充電する形になるから、うん、これね、そう、普通の USB か USB Type C になってんねんけど、うん、ケース側が USB Type C になってて、うん、従来の端子よりも、はい、充電が早いと、はい、高速の充電になってますと、はい、取説が、うん、中国語と、うん、英語ねになってます、はい、で対応コーデックが、はい、ACC で AptX、はい、に対応していると、イヤーチップかな、イヤーチップっていうの、イヤーチップ4つです、はい、じゃあちょっと本体開けまーす、はい、開けていこう、回してポーンと、はい、はい、開きました、中身は白いね、こんな感じ、うん、こうしてこうのやつね、はい、うん、それってあれ磁石でくっついてんかな、いや分からへん、こうしてこう、こう、お、落ちへん、見えへん、見えへん、角度的に、もうこういう形ね、おお、サイズ感的にはまあまあなサイズ感で、こちらカナル型っていうタイプで、うん、耳の穴にねキュポッと差し込むタイプ、キュポッとキュポッとね、はい、いうやつですね、まあなので多分音漏れは少ないんじゃないかなと、あ、光った、なんで、いや出したらもうペアリングが始まるっていうね、あ、そう、そういうことね、やつで、はい、で、右耳と左耳、うん、まあ、もちろん同じね、うん、機種につながるんやけども、うん、片方だけでもいけるっていう、なるほど、うん、独立して使えるますっていう感じだね、はいはい、使えれますっていうことですね、引っかかったな、引っかかっちゃったな、はい、はい、という感じ感じで、うん、うん、ということで、まあ、早速ちょっとつなげて、はい、音楽を聴いていこうかと、なるほど、いう形で、でタッチセンサーに対応してるから、うん、はい、
簡単な操作やったら、携帯取り出さなくても、スマホ取り出さなくても、耳のところをポンと触ると操作できますよって形になってるんで、はいはい、その辺もちょっと検証していきたいなというところで、はい、じゃあ早速聞いていきます。シャー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 いいね、合わせんね、ごめん。で、はい、ということで、おで、とりあえず、はい、こちらの、はい、Q70 を、はい、聞いていく前に聞き比べをしたいということで、はい、で、大体まあ、分かりやすくね、分かりやすくね、うん、ワイヤレスのものといえばこの AirPods、うん、ちょっとこれケース入ってるから分かりにくいんやけど、 AirPods ね、うん、で、これで一回聞いてみて、うん、この AirPods とこっちの Q70 の音質の違いというのを確認していこうと思いますんで、はいはい、まあ、再生機器はオーディオプレイヤーとか持ってはる人もおるかもしれんけど、うん、もうごくごく一般的に多いかなと思うので、もう普通の iPhone、まあ、僕は XR でいきたいと思います、うん、聞く曲は聞く曲は、とりあえずまあちょっと何でもいいよ、ちょうだい、なんか何でもいい、うん、何でもいい、ちょっとちょうだい、 OK OK 行こう、はい、まあここは多分早送りかカットかなってと思うんでね、うんうん、ちょっとレッツゴー。俺思うんやけど、すいませんね、見てる人何聞いてんかわからんからこれだけ言わせてもらうけど、うん、弾いてみたらやめてくれへん参考にならへん。いやでもこれスタジオのライブ音源みたいなのやから、うん、あれかな。いやまあそう、まあじゃあ行こう、じゃあそれで行こう、もう行こうかいやただこれとまた違うのを2曲聴いて、ほんでそのキンボハイさんが提供してもらったやつも2曲聴こう。僕らね、その聴く音楽がアニソンとかそのJ-POP とかクラシックとかじゃなくて、もうこれ見たら分かるように、完全なる和太鼓しか聞かないんですよ。和太鼓じゃないじゃあほんで聞こえてきてるし和太鼓やったよ今な和太鼓じゃないよ。まあロックしか聞かないので、うん、まあ一応僕らが聴く曲、長いね、もうサビもいった、比較しも言えよ、サビいったんやと、サビいったんって言えよ、うん、次はちょっとね、うん、ちょっとバラード的なやつで言ってほしい。バラード、うん、バラード、うん、あいみょんさんのマリーゴールド初めて聞くわ俺。止めて、はい、あ別にあいみょんさんに罪があるわけじゃないけど、もう止めて、うん、止めました、うん、はい、はい、ということで、はい、AirPods で聞きました。はい、はい、はい、ということで、はい、これ、Q70 、はい、ペアリングしてたんだけど、はい、ね、なんか画面にね、L と R 両方出てきたんやけど、うんうん、R しか繋がってないのね今、うん、けど今ちょっと試したら両方音聞こえたから、はい、これね、ペアリングがちょっと難しいかもしれない、うん、両方出して Q70 っていうのが出てきたら、うん、クリックでつながるって書いてんねんけど、うん、Q70R と L 別々に出てきたしかないな。同時に取ったらそうなんかちょっと分からへんねんけど、うん、今は R だけつながってるって形やねんけど、一応両方から聞こえてます、はい、音が、はい、はい、ということで、まあまたさっきと同じ感じでいきたいと思います、うん、はい、次、あれやって、あいみょん
俺が聞きたいわけじゃない。好きなわけじゃない。お前が最初にあいみょんやったからあいみょん聞かざる多いねんやっけ。大体そういうバラードの時とか宇多田ヒカルのファーストラブとかにせえよお前。え、なんで。はい、はい、はい、ちょっと撮るね。うん、撮って。はい、何やそれ。一応なんかこう、やっぱり唾飛んでないさ。はい、はい、ということで、はい、聞いてたんですけども、はい、ね、聞いた曲が、うん、聞いた曲のチョイスが俺はちょっと疑問があるんやけども。文句。まあ、まず1曲目が、はい、あのちょっと、ロック、ロックね、ロックの、うん、弾いてみた、はい、あの全員、あの全員全員弾いてみた、全楽器弾いてみた、あのスタジオ録音のね、うんうん、で2曲目が、うん、あのあいみょんさんのマリーゴールドのやつを聞いた、うん、まあ、両方ともあの YouTube の音源で聞かせてもらったんやけども、うん、はいはい、あのね、はい、まず、うん、AirPods と970の違いで言うと、うんうん、970の方が、うん、低音がやっぱりちょっと聞きよいというか、低音がちょっと前に出てるかなっていうか、うんうんうん、でもそれ自体がこうなんていうの、ドンドンっていうこうアタック感が強いもんじゃなくて、うん、どちらかというとこう柔らかいような響き方の低音、うんうん、で、高音に関してはどちらかというとそんなに強くないかなっていう感じは受けた、うんうん、あの両方、まあまあ AirPods もと970比べてやけど、うん、あの AirPods も970も両方とも別にそんなに高音に強いわけじゃない、うん、で、970は、うん、あのボーカルの声、うん、女性ボーカル、うん、あの1個目のロックは男性ボーカルやったんやけど、高かったけど、うん、まあ高めやけど、でもあの2個目のあいみょんは女性ボーカル で、うん、で聞くと結構女性ボーカルの声がはっきり、うん、なるほど、出てる。だから、うん、まあ高音には弱いんやけど、うん、中音域とか低音域は結構はっきりと出してくれて、はい、うん、でも強いとかアタック感が強いよりもどちらかというと、まあ、柔らかい、まあ、オールマイティな感じかな、マイルドな感じ、うん、マイルドな感じだから、AirPods もいいんやけども、うん、まあ、あのペアリングとかがね、うん、こうパカッと出して使えるとか、うんうんうん、使いやすさはあるんやけど、うん、オープンイヤー型やから、うん、イヤータイプやから結構音漏れはすると思うのよ、うん、で今回使ったやつ、うん、970でカナル型で、うん、音漏れは多分こっちの方が少なかったと思う。970少ない、確かに少ない、うん、聞こ一応漏れてんのは漏れたけども、うん、あの AirPods よりは少ない、うん、少なかった。やっぱりこっちも声はやっぱり、うん、聞こえにくい、聞こえにくい。 AirPods の方がやっぱり聞こえやすい。まあまあもちろんオープンイヤー型やからっていうのはあるけど、うん、だからあのね、まず安いの金額面的に、まあ、金額は5000円以下なんですよ。5000円以下なんですよ。で AirPods が、うん、高いって言うと5000円以上はするやん。全然する全然する、うん、だからアップル製品がいいとか、うん、こだわりがないのであればね、うん、完全なワイヤレス、うん、トゥルワイヤレスイヤホンっていうのを使ってみたい方は全然いいと思う、うん、お試しに使ってみて、うん、でそれハマったら、うん、ま、もっとええのもっとええのとか、うんうんうん、今やったらね AirPods Pro が出てたりとか、うん、ソニーさんから出てるトゥルワイヤレスのやつとかは、うん、両方ともノイズキャンセルがついてたりするから、うん、まあそれの違いとかもあるから、うん、まあこれをまあ一個ね初めての、まあまあそういったら、うん、AirPods とか純製品じゃな ない違ったイヤホンを一回試す、うん、ための一歩踏み出すのにはすごい安いし、安いし、うん、で音質も悪いわけじゃなくて、ね、その AirPods と同等ぐらいか、うん、またちょっと違う違う、まあ雰囲気が違うね、うん、音感じやけども、うん、まあ同等レベルぐらいのことになってるんで、うんうんうん、まあ、ただまああのやっぱりまあ欠点もあるから、はい、パッケージの裏が文字化けしてる、まあ、これは俺らだけかもしれないね分かれへんけど、いやまあまあそれはその、うん、俺らがそのもしかしたら初期品が取れたのか、うんうんうん、それはね買った時に変わってるかもしれへん、まあ、そういう不具合もあるよっていうところだけ分かっておいてほしい、うん、でまああの全然いいと思います、うん、あとまあ説明書はね英語と中国語やから、はい、あの使い方がちょっと難しいかなっていうのは、はい、でもまあ開けて出して、うん、
あの Bluetooth のペアリングのところボタンを押したら、うん、もうそのまま使えるんで、うん、なのでね、金額的な面とかで考えるとコスパもいいんじゃないかなと思います。うん、まあまあまだ、まあ、今回初めて開けて使ったから、はい、長く使ってみないと、あのまたね使ったらもっとこういうところがいいよとか、うんうん、あの良くないよとかが出てくるかもしれないですけど、うん、まあもう、まあ、一発目、うん、ファーストインプレッション的にはいいかなという形です。はい、ということで、今回は、キンボファイさんから提供の Q70、はい、これちょっとね、インヒョウって書いてるんだけど、多分OEM 製品かなと思うんやけど、うん、それかまあキモファイさんが公式として販売しているものかなという形で、はいはい、Q70、はい、総評的にはありかなという形です、はいはい、ということで、はい、ワイヤレスイヤホンのレビューでした、はい、ありがとうございました。レギュラーでした。ありがとうございました。起こさへんやつ。で、一人でやるの。あ、そうした。